はい、皆さんこんにちは。レイヤーズオフィア続きをやっていきましょう。今回はですね、多分、まあ、チャプターで分かれてるのか分かんないですけど、多分チャプター3になると思います。いきましょう。あれ、なんかがわさわさ言っとるぞ。なんだなんだ、あ、これ、これ前回見たよね。見たね、前回ね。じゃあ行きましょうか。よいしょ。なんだっけこれ、形が浮き上がる。行きましょう。よいしょ。あら、明るいわ。ホラー要素皆無。しかし明るいところは暗くなるというホラーゲームの絶対法則が発動するんじゃなかろうか。あっちは行ってはいけないな。ここは開くか。あ、ピアノがありますね。奥さんが多分ピアニストかなんかだったと思うんですけれども、ちょっと行くとお話が進んでしまいそうなので、こっち側には行かずに。あどうなったの今ああ、しこか。非常にびっくりしたな。あ、それはまあ開かないでしょうな。ちょっと不意打ちな気もしますけどね。ちょっとここは開けられるね。開けましょうか。なんかね、前回の動画でちょっと一つね、宝箱っていうか、ドキュメントかなんかアイテムをね、ちょっと見逃してしまったらしいですね。なんか部屋がね、一回出て後ろ向い、あ、部屋を一回出た後にドンカラカシャーンってなって後ろ振り向くと、なんか部屋が荒れてるみたいなところがあったと思うんですけれども、そこでね、なんかあったらしいね。ちょっとそれは非常にまずいので、今回からできるだけちゃんとね、こういうのとかも多分僕気づかないですからね、ちゃんとチェックしていきたい。月種類の種、今土が動いたぞ。土が腐ってる。他には何も育たない。はあ、よかった。ここには多分行かなくていいのかな開かないでしょこんなの。あ、これ振り向いたらなんか来るとか、そういうやつかな。違うね。じゃあ行きましょう、こっちね。そのっけからかなりビビってしまったぞ。行きまーす。多分奥さん関連の何かが起きるんじゃないでしょうか。ここ開くな。あ、開かない、開くね。え、待って、大丈夫。このピアノはちょっとほっといて、先にこのここを開けさせてね。何もないですかね。これチェックできないね。 OK。 この辺にも特に何もないのでピアノ行くか。え、すごい、サイコキネシス。まあ僕が使ったわけじゃないんですけどもなんだっけ、昔ね、またちょっとガキの使いの話、おはがきコーナーの話をするんですけども、なんかね、ちょっとだけ念じれば動かせる力みたいなのをなんかね、紹介されてましたね。なんだっかな、覚えてないな。テレキネシじゃない、なんだかキネシスみたいな話でしたね。は、洞窟で目覚めた少年、彼は謎のノートと銃を見つける。それから様々な環境、森、野原、川を旅する。ついに彼は小さな小屋にたどり着くが、そこで全ては彼の潜在意識が作り出した子供時代のトラウマな記憶、過去父を殺した犯人を殺したにもたらされた世界だったと判明する。現実の世界では彼は精神病院でずっとよだれを垂らしていたってのがオチだ。覚えたか、ひねりは少々反則気味だが十分ありだろう。この話のストーリーボードを描いてくれないか。もし興味があるならすぐに詳細を送る。正直この仕事は受けるべきだと思うぜ。ギャラもいいし、お前もそのいろいろ考えなくて済むだろう。とにかくすぐに返事をくれというわけで、
ギャラもいいし、お前もそのいろいろ考えなくて済むだろうっていうのはね、いろいろあったので、そういうのを忘れて仕事できるからやってくれないみたいな話ですね。トーマス・コールドウェルさんから来たんですかね。はいよ。いけないじゃん、これ。戻るのかな？これいけないもんね。向こう側行きたいんですけどね、僕。くぐるとかないよね、このゲーム。ジャンプもないから、いけないと思うので、戻るしかないですな。上とか？なんもないよね。戻りましょうか。あれ？こんなんなってなかったでしょ？なってた？ あなたは何か発生した前と後でいろいろちゃんと覚えられてないから、覚えときましょうねみたいな怒られちゃいましたけれども、コメントで すいませんね。いくよ。はいや。これだけの部屋なのか？ここ開けていきましょう。本だけ。特に何もなし。こちら側は？これはまあクローゼットというか、タンスというか、そんな感じですな。何もないね。多分ね。あ、なんか光ってんな。あ、このお家の向かい側が見えてるのかな？多分そうでしょ。反射して。ああ、そうか。こっちに視線を集中させられた時点で気づくべきだったな。あ、なに？またアップデートのインストール準備。いいんだよ、Windows 10さん。ちょっとゲームの上に、あ！これ録画されてる、ちゃんと。怖え。ちょっと怖いから一回切りますね。録画切れてたらたまんないから、ちょっと一旦切ります。はい、すいません。再起動してきました。で、このゲームはですね、オートセーブされていて、一回やめると絶対この部屋からスタートしますね。ただ、さっきの部屋に戻れるようになっています。はい。また怖がらせられるの、もしかして。そうなのかな。じゃ、ちょっと皆さん落ち着いてさっきのシーンを見てみましょう。まずこっちで、あ、なんか光ってるなぁと思って、あ、多分向かい側が映ってるんでしょうねと思って、こっちを向くと、分かってるとそんな怖くねえな。何かがいましたね。あれ、奥さんなんですかね。はたまた家政婦の。あ、なんか電気が一つだけあるお部屋につきまして、なんもないね。行くか。創造主の積み木？ああ、後ろ向きたくない。ちょっとできるだけこっちに近づいて怖くないようにして。ああ、またこのパターンか。この部屋が狭くなっていくパターンな。どこにドアあんの？あれ、ドアなくなっちゃったよ！あ、あった。なんだよ。ただこんな方進みたくないだろう。絶対なんかなるもん。ボロボロだし。なんかな。待って、どっか開いた音がしたんだけど、どこ開いたの？これ、一応、これ見た方がいいよね。なんか光ってるもんね。鍵かなんか持ってるでしょ、多分。動くなよ、お前。動くなよ。よし、いい子だ。で、これ振り向いた時なんだって、行くぞ。ああ、大丈夫？大丈夫か？よし、よし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 。ああ、そうしたら、この先が多分鍵の必要なドアが、あ、なくない？
あれ、どこでこの鍵使うんだろう。あれ？あれ？この先行けないね。待って、後ろ。大丈夫かな？で、行く前にちょっとこの辺を調べていきましょうよ。まず引き出し、上しか開かない。これは？忘れないで、6月9日。あれ、6月9日って何かの記念日でしたっけ？ちょっと覚えてないな。6月9日という日付に覚えがないのだが、忘れないでって言われてるぐらいだから、まあ、結婚記念日とかなんかそれに準ずるものでしょうね、多分。こっちは何も入ってない。わあ、こういうの、前回これを見逃したんですね。これはね、ちょっとね、気づかないな。あ、ここの鍵なんだ。こういうのはね、ちょっと気づか、あれ？え、開けるよ。何が入ってんの？ドキュメントが入ってます。May 23rd、 5月23日、あんなにも深く、あんなにも強く愛し合っていた2人がどうしてこんなにも遠く離れてしまったの。夫はもうほとんど私と話そうとしない。アトリエに入り浸って、せっせと。この入り浸っての入りがなんかラムダじゃなくて、なんか漢字じゃねえだろ、これ。アトリエに入り浸ってせっせと失敗作を塗り重ね続けるばかり。私とベッドを共にすることすらもうない。私を不快に思ってるんだわ。この前私を見た時のあの目、痛ましい、傷ついた視線、恥と罪の意識と嫌悪が入り混じってた。夫の目には私は怪物として映ってるんだわ。どうして私がこんなひどい思いをしなければならないの？それでも私は良き妻として夫の幻想を現実にすることに決めた。あ、私を怪物だと思っているならお望み通り怪物になってやるわ。え、何それ、怖い。行こう。マジか。ちょっと待って、今回ビビらせ要素高くねえか？こんな真っ白な壁とか、なんか絶対なんか来るでしょ。手形がバーンとかさ、来るんじゃないの？来ないのかーい。行くぞー。狭いくらーい。あ、狭くない？そんな。明かりつくのかな？あ、つくね。全然明るくなんね。役目を果たせ、お前は。あ、これ棚だ。棚じゃない。あ、引き出しか。September 15th。今日もまたたくさんのメモが。いや、これは夫かな？画家のあれかな？今日もまたたくさんのメモが前よりももっとひどい。何より辛いのは自分自身全く否定できないってことだ。なるほどね。奥さんがその、まあ私もなんかその通りしてやるわよみたいな感じで、またね、前メモがすごい貼られてるみたいな話あったんですけども、すごい辛辣な言葉を投げつけていると思うんですけれども、それをね、その画家は自分自身否定できないということで、まあ非常に痛い、自分にとって痛いことが書かれているんでしょうね。だから夫もね、その画家ね、画家もその悪いことをしてるなっていう念はあるんでしょうね。あ、ここが閉まったの？ なんだよ。それだけか？行こうか。暗い。開けます。あ、なんか幾度となくこの部屋には来ている気がするな。これは何の絵なんでしょうね。ちょっとわからないかな。ちょっとわかんないですね。行こうか。まず、左は？ドア。なんか右の、あ、雨の音かな。あら、まあ！お行儀の悪い。こっち何があんの？ドア？開くのか。そっちに行くのかな？あ、これ電気つくの？つかないの？あ、これ違うね。
こっちは何？なんか明かりついてますけど。あ、ああ。これは何も入ってないかな。で、絵があって、あとですね、絵の解説をしてくださっている方も何名かいらっしゃって、とてもありがとうございます。なんか前回の和室邸に同じようなのあるよなみたいな絵はすごく有名な絵らしいですね。こっちも開くの？マジ？どっちに行くのよこれ。まず本の方を片付けるか。ここもあるからね。おっと、これ北斎ですね。北斎です。これはね、パブロより塗り幅がちょっと広くてですね、その分塗り進みスピードは遅くなったんですけども、インクのね、飛び散る範囲とか攻撃力は上がっております。これ見れないの？これ見れないの？マジか。なんか見れるっぽいアイテムだったんですけどね。最近ね、北斎ヒューも追加されましたので、ぜひ使ってみてください。というわけで、こっちの本の方に行ってみるが、特に何も起きなさそうですね。で、こういうとこに来たらですね、まず後ろ振り返るときに非常に注意しないといけない。何も来ない。そうしましたら、どっち行く？あ、ここ開けたっけ？開けたね。こっちの方が狭そうだから、こっち行きますか。ダメ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 。なんかいっぱい書いてある。愚かなやつら。恥、恩知らずども。バカども。バカども。間抜けども。すごい、なんか悪口みたいなの書いてありますね。入って大丈夫かな？入るぞ。ああ、絵がある！絶対いい絵じゃないからね、こんなの。閉まんないでよ。閉まんないでね。よろしく。いっぱい書いてありますね。愚かなやつら。愚かなやつら。うわー、アーチエネミー、ブラックアースだ。ファーストアルバムね。日本だと ARCH ってアークって読むけど、本当はアーチだからね。みんなアークエンジェルとか、アークって読むけど、アーチだからね、本当は。Ugly. あ、You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. だいぶ切れてますね。ちょっと注文通りでない絵を描いた様子でございます。外は何もない。ここもなんかあんのかな？特にないですね。オッケー。そしたら戻るわ。え、これ椅子？戻ります。右ですね。一応左チェックするよ。変わってない。行こう。ん？なんか今反応しなかった？気のせいか。大丈夫だね。行きまーす。何ここ？初めて来た、こんなとこ。全然覚えてないよ、こんなとこ。広いね。こんな部屋あったっけ？今まで。多分ないよな。あ、ここ開かないのか？開かない。マジか。多分これはね、前英語版やった時なかったと思うぞ、この部屋。多分ですけどね。多分だよ。あ、さっきのこの部屋に降りるのか。何なんでしょう。え、暗いんだって。なんかアイテムありそうですね。まず電気をつけたいが、あ、つくのね。あ、これは結構明るくなるんだ。ありがとう。そしたらデスクの上にもありますので、デスクの上のこれもつけさせてほしいな。よし。で、写真とかなんか手紙みたいのあるけど、チェックできるやつはないですね。あれ、まあ。素通り？この部屋。ほんと？あ、いやいや、素通りじゃないよ、全然。ここにまず入ってるけどチェックできない。上は？手紙があって、これもチェックできない。なるほど。なるほど。
これとかも見れないもんね。あら、そしたらこの部屋特に何もないですね。これ登れるのかしら。あ、登れた。待って、登れるってことはなんかあるだろう。ないの？ないらしい。こっちは？あれ？マジ？何もないなんてことあんの？こんな部屋に。嘘。絶対なんかあるでしょうよ。出しなさいよ。ちょっとジャンプしてみろよ。ないね。消しても特に変わんないもんな。ないわ、この部屋なんも。マジ？いや、これは？なんか怪しく光ってるが、これを移動できるとかそういう話なのかしら。あー、やっぱりそうですか？よかった、気づいてこれに。よかったよ、気づいて。これ気づかないで行くとこでしたね。危ねえわ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。行きましょう。なんか光ってるからね。あー、よかった。これ見逃すとこだったわ。あ、どっちしろ鍵だから、これ見つけないと進めませんでしたね。よかった、よかった。そうしましたら、この鍵をゲッチューラブラブしましたので、こっちに行きましょう。多分ここに鍵が必要でないの？マジ？やめてくれ。何？どっから聞こえてんのこの音。耳痛いよ。どこ？待って待って、ちょっとなんかアイテムとかないよね。忘れてないよね。大丈夫だよね。電話か！電話が多分この向かいの部屋がどこかになっているらしい。あ、ここ開く？ちょっと開けまーす。ん？開けるよ。あ、手紙が出てきました。読みましょう。ちょっとうるさいですけど我慢してください。前略率直に申し上げて、あなたからお手紙をいただくことは予想できていました。数多くの同僚からこの件についてあなたから相談を求められたことを聞き及んでおります。患者がセカンドオピニオンを求めることはもちろん理解できますが、すでに16人から同じ見解を聞いたのであれば十分ではないでしょうか。聞きすぎだね、それはね。とはいえ、あなたと奥様のお気持ちを尊重し、本件について精査しましたが、私の見解も同僚たちと同一です。不意の筋肉の引きつりは奥様のように重度の火傷を負った患者には珍しくない症状です。あなたが奇怪なにやけ面やゾッとする悲鳴と呼ぶ症状は多くの人が気分を害するものでありますが、実際に神経の損傷により起こりうるものです。他の症状については生理的なものではなく純粋に心因性のものと考えられます。外傷的出来事は強いストレスを引き起こすことがあり、決して恥ずべきことではありません。奥様を治すというご希望に関してですが、奥様の受けた損傷はたった一度の簡易な手順により元通りになるものではないということをご理解ください。あなたのあらゆる努力と援助が必要とされる長く困難な道のりとなるでしょう。長期的リハビリテーションプログラムについてのご相談をお求めでしたら、私や同僚までいつでもご連絡ください。で、ロバート・リチャーズ医師なんですけれども、画家がですね、またくだらないタワコトだと上から書いてありますね。え？なんかバリって言ったぞ。あ、いや、は？は？なんて言ったの今。なんか上に戻ってったけど、何もないわ。は？いや、ループしてないこれ。ループしてるでしょこの部屋。うわー、ループしてる。あー、ない。
なんて言ってるか聞き取れねえ。あ、電話だ。出ましょう。出ればいいんだよね。出れないの？止めたいんだが。止めたいんだが。またなんか出てきた。あ？あれ？これ同じやつだぞ。ループしてないのか？どういうこと？いやいやいや、いや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 。え、どうすんのこれ。なんか見落としてんのかな。すごいぐるぐるさせられてる。ん？なんか逆回りで行くとかそういう話なのか。わかんねえ、どうしよう。スピーキングみたいな話してましたね。もしもしみたいなこと言ってたよ。なんか閉まった音がしたぞ。これ下に降りればいいのかな。でもどうやって降りんの。降りれなくない。これ間違ってんのかな？なんか間違ってるっぽいな。多分ここでぐるぐるしてて同じ現象が起きんのはなんか手順を満たしてないんでしょうね。また戻ってくんの？そうですね、ここまで進んでるから多分また戻るって話じゃない？違うのかな？落ちたね。で、この落ちた状態で、お？ Yes, speaking. で、多分、さっき、また戻っちゃったから、こっちに進めばいいのかな。どこだろう？違うかな？手紙とか変わってないもんね。変わってないもん。行こう。あら！あら！そうだわ。で、どっちに行けばいいのかわからないけれども、とりあえず進んでみましょう。ただなんかわさわさ言ってるよ。わさわさ言ってるから、これなんか、あ、アイテム、あぶねえ、見逃すとこだった。Yes, speaker. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way.I'm on my way. なんか多分火事が起きた時の電話なんでしょうね。 OK、 やっとお話が進んだっぽいわ。行くのはこっちでいいのかな。どっちなんでしょう。一応行ってみましょうか。違うかな。あっ、何の音。ん？ん？これ多分こっちじゃな、あれ？いやいやいや、なんか道出てきたわ。合ってたっぽい。オッケー、危ねえ。ちょっとこういうのね、結構僕勘が鈍いのでね、ぐるぐるするところでしたけども、そこまで時間かからず行けましたね。行きましょう。はあ、うへえ。Restless memories. ざわめく記憶。
そんなのレスインピースですよ。そんなのレスインピース。いや、にがぜずヘブンフォーチーズ。ビアライ。ライフゴーゾーン。行くぞ。なんもないよね。ちょっとこのチカチカ点滅するの僕苦手なんだわ。行きまーす。上になんかあるとかそういう話違うね。行きまーす。あーガーベ！あーガーベ！暗くなったけど。ちょっと視点を動かしまーす。視点を動かしてまーす。視点を動かしていまーす。は？全然見えないんだが。多分ドアが閉まったのかな？多分こっちにドアがあるので、これを、あー！また開ければいいはず開けますよ。超怖えんだが、行きます！え？何この部屋？やばそうなんか。逆さまになってる部屋か。ちょっと見覚えありますね、この部屋は。特徴的だから。閉まんないの？ドア。で、上になんかあって。何ここ？何も見えないよ。なんか書いてある。悪い思い出。ちょっとあの紙は最後にしよう。怖いから。あ、電気あるね、ここね。あ、電気！あ、瓶か。ちょっと、あ？フォーク刺さってたっけ？さっきここに。刺さってた？で、電気あるんですけど、電気つけちゃっていいのかな？先に。つけましょう。おいおいおい！手品か！閉めます、一旦。ちょっとこの手紙を取りましょうか。またラットの話ですね。バタバタ言う恐怖、静かにしろ。ずっとバタバタ他のネズミを食ってる。はあ。で、ここになんかありそうなのでチェックしますが、特に何もない。ここの引き出しには、あ、なんかさっきからちょくちょく出てきてるみたいなメガネかなんかがありますね。パイプとかがあって、それ以外は特に何もないと。 OK、 そうしましたらここにもいろいろありますので開けておきましょう。何もないね。何もないですな。ん？あ、何もないね。行こうか。行きます。うわ、誰か泣いてる。え、後ろ行くぞ、ゆっくり。なんだか、なんかカーテンみたいのがわさわさしてますね。あれ、なんかだんだん近づいてきてない？これ大丈夫？あ、なんかいるね。なんか影映ってるもんね。なんか、なんか、な、なに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 、なにこれ。これ来た方だけど多分戻れないよね。よし。え、何も起きないの？それだけ？まだ疑ってるぜ、私は。疑り深いんだぜ。すごい壁になってる。
なにこれ、あ、鹿さんか。あ、瓶がある。え、なんか色変わってない？行っていいのかしら。行きますよ。あれ、まあここに戻…あ、なんか書いてあったな。何もチェックし忘れとかないよね。大丈夫だね。行きます。なんか書いてあったよね、上に。希望が心を殺す。 Hope is a mind killer。 はい、じゃあ行きましょう。上に行くのか下に行くのかわからないですが、行ってみましょう。さあ、それではガチャコン。下？上？上かな？あれ？あれ？動かない？切ってないのか？あれ？動かないぞ。反対か。下だな、これは多分。ここ？なんか書いてあるね、あそこにね。諦めろ、できるうちに。はあ、何？アバンダンか。アバンダンホープワイルユーキャン。なるほどね。行きましょう。開けます。え、何これ、手紙か。読みましょう。いずれにせよこれはあなたの弁護士としての忠告ですが、軽率な行動は慎んでいただければと存じます。つまりバカな真似はおやめなさい。まだ勝てるチャンスはあります。もっとクソみたいな状況から依頼人を救ったこともあります。とにかくこれ以上状況を悪くするのはやめてください。しばらくなりを潜めて私に上告させてください。え、上告させてくださいってことは訴えられたんですよね。まだ勝てるチャンスはあります。だからそういうことか。このソーシャルワーカーは間違いなくあなたに悪意を持っています。はあ、それを逆手にとってあなたを体制の被害者として演出するんです。死を、なんだっけ、これなんて読むんだっけ、ちょっと忘れちゃった、読み方忘れちゃいました、ごめんなさい。死をなんだか死む夫がほんの一瞬理性を失っただけのこと、底意地の悪い官僚がネチネチとほじくり返している。いいですか、これが最善の手なんです。昨今のあなたの身の上を考慮すればまだ五分五分のチャンスで好ましい判決が出るはずです。ただしこれはあなたが完全にイカれてると人々が思わなければの話ですよ。二度とわめき散らさないこと、もう絶対暴れないこと、それとできれば一切人前に出ないでください。取り戻したいんでしょ、あなたの娘。なるほど、真剣を争っているんですね。はあ、行きましょう。いや、もう取られてるのかな、奪い、手に戻、手に、あの、戻したいみたいな話をしたから。あら、お酒の瓶がいっぱい転がっていますね。とても良き夫にな、良きっていうか慎んだ行動をしているとは思えません。開けましょう。おっと、なんだ、どうせまたあのだんだん狭くなる部屋だと思いましたが違いました。何なのここは、何これ、これは開くの、怖いわ。何ここ、ダイヤ、え、ちょっと待って、こっちも行けそうだから、あ、行けないか、これ行き止まりだな、これでな。向こうは何があんの、何この部屋、なんか向こうの部屋が見えてますけど、そっちに行くことはで、あ、で、ドアがあんの、でもこっちからぐるっと回っていけんのかな、行ってみましょうか。ちょっと、ね、暗くてね、よく見えねえんだわ。なんかそうっぽいですね。ああ。特にアイテムはない。樽がいっぱい転がっていまして。電気がつくの？マジか、ありがとう。暗いから怖いんだよ。
明るければね、ホラーゲームなんて全然怖くないんだよ。何これ、トイレ、何これ、あ、なんかマッティなウォーターが出てきましたよ。そうでもないか、まあ、そうでもないよ。まあ、ただちょっと飲むのはためらうレベルですね。手ぐらいは洗えるかもしれないけど。これこっちか、さっきのとこだな、これ、あっちな、向こう側な。行きましょうか、行きましょう。あら、一転して綺麗なお部屋。しかし僕ね、この壁紙嫌いなんですよ。なんで嫌いかっていうのはね、ちょっとインターネットで検索すればわかるんですけども、検索しないことをお勧めします。なんか変な音楽流れてきた。この壁紙ほんと苦手、僕今鳥肌、サブイボがすごいです。こっちには行けないのかな。あ、なにこれ、あ、動かせんの、行けんのかい。そしたらここ開くな。バスル、なんで暗くなっちゃうかな。明る、あ、明るいじゃん、明るいじゃん。閉まんなよ、自動で。あー、入んなきゃよかった。うえ、浮かび上がってくるとこ見えなかったわ。びっくりした。静かに行くやつら、やつらが排水管を詰まらせる。水の中に、毛皮がもう風呂にも入れない。え、沈んだ？え？なんか下でニョロンって動いたけど。大丈夫？ここは開かないね。これなんか出んのかな？あ、あ、びっくりした。動かしてみます。あ、なんか出てきた。比較的使えそうな水なのかな、わかんないけど。行きましょうか。あ、なにこれ、なにこれ、引いてみます。あ、何も起きないの、何も起きないね。戻ろう、戻ります。おい、これはなんだ、行くぞこれ電気、部屋の中の電気か。開けてみます。開かない、開かない、マジ。あ、いや、何これ、あ、鍵が、待って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 、ちょっと無理だわ、これは。電気つけます。え、あ、なんかパントリーみたいなとこ。待って、入るの怖いんだけど、いいのかな、入って。入ります。閉まる、閉まんないね。こんな部屋が用意されてるということは何かしらあるはずなんだが、うん、特に何もないぜ。なんか調べられ、閉めてみます？何もないね。ちょっと一旦電気を消した状態で入ってみましょうか。いや、何もないね。あら、まあ、長いんだけど、ここ。あ、またなんか部屋あんの。あ、一旦開けますわ。あ、開かない。あ、鍵か。外に鍵ついてるんですね。ここは何のお部屋。これは入れないな、入れないね、うん、あー、なるほど、あぶねえ、見逃すとこだった。どっかで鍵が必要らしいな。この先に鍵が必要なドアがあるのかな。さあ、ドアが3つ、いや4つ、3つですね、ありますね。まずここ開けてみましょう。鍵はついていない、開け、あ、ここ鍵の部屋。そしたらちょっと最後にします。
まずこの鍵を開けて、これ開けて、え？閉まんの？ダメだよ、閉まっちゃう。やめて。何これ？なんもないですね。私が映っている。とてもイケメンである。出まして、あとここだな。あれ、こっち行けんの？そしたらこっちは進む方ではないんですよ。なんかあんのか、アイテムが。開けます。明るい。見なかったことにしたい。一応電気をつけます。なんか血みたいのがあるんですが、それは動くなよ、お前。動いてくれるな。え、待って、なんかよろしくなさそう。ほら、フロムラブトゥーマッドネスとか書いてあるもん。愛から狂気へみたいな話でしょ。愛の狂気。自分の娘を、あら、まあ、自分の娘を誘拐した男逮捕される。その奥さんに親権取られちゃって娘を取り戻しに行ったんですね。読んでみましょう。今日普段は静かで、平和な街の中で犯罪ドラマのワンシーンさながらの事件が繰り広げられた、武装警官隊を伴ったソーシャルサービスの一団がかつての有名画家であり、最近これ何ですか、カフわかんないですね、となった、何々の邸宅に突入したのだ。男はダウンタウンの児童福祉施設に押し入り、入所していた児童を一人連れて逃亡した、していた模様。あ、なるほど。ってことは、その奥さんがどうこうじゃなくて、奥さんも結構やけどでひどくなっちゃったから、児童福祉施設に娘を、入ったんですね、多分ね。本市が入手した情報によると、その児童は容疑者の実の娘であり、家庭裁判所の裁定により男の保護下から引き離されていた。まあね、ちょっと画家自身の精神状態があまり良くなかったので、まあ、家庭裁判所の判断で、まあ、送られてたってことかな。男が説得に応じなかったため、児童は危害を加えられることを恐れた警官隊は建物内に踏み入り、容疑者を逮捕した。目撃者の証言によると、救急救命士が少女を家から連れ出す際、男は手錠をかけられたまま膝から崩れ落ちて何度もこう叫んだという、お願いだ、その子は私に残された全てなんだ。実に悲劇的な…点点点。はい。というわけでお話の内容は分かったんだ。このナイフがとても怖いですね。行くか。特に何も触れるのもないから行きますわ。ナイフがアイテムとかじゃないもんね。行きます。はぁ、だいぶあれですね、以前やったその英語版の未完成の時と比べ、あ、この部屋前来たね、と比べるとストーリーがちゃんとわかるし、ストーリーもね、あんな語られてなかったと思うので、いいですね、なんかね、その、怖がらせ要素だけじゃなくて、ちゃんとお話もわかるのでって言って、待った、これ、入ってきた方向を忘れちゃダメだぞ。こっちから入ってきた、まず右からチェックしよう。そうだよね、絶対そうだと思った。で、こっちは？うん、OK。ここも行けない。ほう、そしたらここですね、開けます。あれ、まあ、そしたら、え、私が来た方上大丈夫、私が来た方向開けます。あら、戻れますと。なんか弔われちゃってる。待った、待った、それをやめろ。なになになに、この状態で進むの？マジ？うー、気持ち悪い。酔いそう。あー、なんかくねくねしてる。気持ち悪い。早くこっから抜け出したいわ。え、もう大丈夫？うー、やべ、ダメだ。気持ち悪い。なんか、あ、なんか、え、あれ、何も見えないけど。あれ、治った？あれ、治ったね。こっちなんか何も見えないんだけど。あ、ドアがあんのか。ドアだけ？ドアだけっぽいですね。開けましょうか。あ、え、近っ。開けます。何これ？
あ、電気あんのか。電気つけます。あー、つけられ、あ、つけられる、よかった。これあれか、一番最初に入った部屋の地下室に降りるとこみたいなとこかな。地下室かな、ここ。そうでしょ、ほらほら。なんか人影みたいのない？行きますよ。人影ではないか。いやー、まだわかんねえな。いやー、誰かいるね。いや、時計か、あれは。時計だ。で、そこはね、そう、ピアノとバイオリンがあった部屋でございまして。うーわー、うーわー、うーわー。あれ？あれ？なんか血で覆われたと思ったら違ったわ。え？え、ちょっと待って、後ろ。大丈夫？これを調べんのか？いや、特にないよ。あー、これに触んのか。ちょっとピアノに触ってみましょう。バーンとかやめて。いくよ。待った、そんな破壊力のある一音だったか今の。劣化の炎のネオンもびっくりだな。不協、不協和音。え？え？何？これ開けられるとかそういう話違うのか。もう触れないね。この全部僕の方に向かって動いてくるとかやめろ。それは、それは死んじゃうからやめて。なに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 、もう一回触るとか違うね。進むか。待って、危ないでしょそれは。いやいやいや、行けばいいのかな。あ、待って待って、怖い怖い怖い。帰ればいいの、帰ればいいか。え、帰ればいいの。帰るよ。絶対こっちだよね。何これ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 、怖い。何これ、あ、開ければいいの。開けます。 I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously this was not something I'd done beforeFinally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. あれ、まあ、や、結構やばいですね。ということは、あの前の時にその皮膚でキャンバスを作ってみたいな話をしてあったじゃないですか。で、今回はその白い絵の具に骨を混ぜて、いい下地になったっていうか、いい色になったみたいなこと言ってますけど、あれ？なんかろうそくついてる。これさ、結構想像できるんだけどさ、赤い絵の具には血を入れるんじゃないの？違うの？なんで光ってんの？ここどうやって行くの？そこに、え、なんもないか。特に調べられるわけじゃないのね。もう大丈夫だよね。他のとこも暗くて何もできないからさ。宝箱があるとかないでしょ。もう撤退します。多分、ということはこれは戻ったらもう絵のあるアトリエに行くんじゃないか。多分、多分ですけど、そうであってほしいわ。そうだよね、オッケー。ふぅ、え、
はあ、疲れた。これはどれぐらい変わったのかな？これなんだっけ？これこれか。で、これはどれぐらい増えたかな？なんか見逃したやつがあるってことは、ちょっとなんかな、まあアチーブメントだと思いますけどね、多分ストーリーの進行にはそんな関係ないと思いますけど。あれ、あんまストックされてねえよ。あんまストックされてねえよ。あの、このネズミの絵のストックは着々と増えてますけどね。で、ここをまた開けてきますけど、特になんもないよね、多分。なんもないな、多分。なんもないね。そしたら、絵をね、進めていきましょう。いきます。よっ。何、今チッてなった？さ、絵がこんな感じになりました。なんかすげえな。で、これも進んだはずなので読んで、あ、かなり長くなったね、ここがね。あ、待って、私は憎んで今でも喪失、孤独、絶望、あなたはずっとそう、グロテスクな、これ何？誤解なのかな、漢字が多分間違ってると思うけど、うん、ちょっとミスアンダースタンディングとかだと多分誤解でしょうね、多分ね。うん、グロテスクってこういうスペルなのか。あ、グロテスクミスアンダースタンディングだから、そうですね、誤解の、誤解ですね。ちょっと字がなんか分かんなくなってるけど。はい、というわけで、レイヤーズオブフィアの、チャプター3なのか分かんないけれども、3つ目が一旦終わりましたので、多分ゲームとしては半分のとこまで来たんじゃないですかねと思います。はい、画家さんはですね、こんな感じで結構マッドネスになってきておりますので、最後どうなるんでしょうね。とても、あ、何、 What if you fail? 失敗したらどうする。はい、というわけで、次、4つ目のお話をお楽しみに皆さんお待ちください。また、続きは次回やっていきます。ありがとうございました。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。